こんにちは。今日は、襟元が着崩れしない着方をご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご用意していただくのは腰ひも2本です。これは今日は半襦袢でご紹介しますが、長襦袢でも応用できます。1本はそのまま使います。もう1本を、半分に折っていただいて、半分のところからハサミを入れて切っていただきます。はい、皆さん、襟元のお悩みってやはりよく言われるのが、着ていると着物を着ると詰まってしまう、襟元前が緩んでしまう、こういった方がとっても多いんですが、先ほどの腰ひも2本の使い方で、襟がきちんと固定できるという方法をご紹介してまいります。はい、まず、襟のここですね、背中の部分を安定させたいと思いますので、まず基本ですね、ご自分の背中心など手幅いっぱいのところに腰ひもをつけていただきます。まず1本目はこちらですね。はい、先ほど半分に切ったひもを、前につけていきます。半襟をつけたちょっと下ぐらいですね。これは身長によって個人差ができますので、つけられる位置はお好みで、切られているうちにだんだん分かってきますので、ちょっと今回はこの人形さんに合わせてつけますね。こんな感じです。そうしましたら、今から、紐の使い方ですね。一番最初に、はい、紐でご自分のお好みの、抜き加減を決めていただきましたら、この背中につけた腰紐、威圧口から両方入れていただきます。で、ここがポイントなんですが、この紐でここを固定させます。威圧口から前に紐を持ってきて、結んでいただいて、からげていただきます。実際着られるときは、皆さん補正タオルしたりだとかされるので、結び目が真ん中に来てもそんなに痛くなることはないと思います。で、腰紐がちょっと長いので、ご自分で使われるときはもう先を切っていただいて大丈夫です。はい、前で結びましたら、後ろのこの襟のここですね、これがもう固定されますので、動かなくなります。で、ポイントは、こちらのこの紐と前で結んだ位置が水平になっているということですね。これが、紐の位置が、上だったり下だったりすると遊びが出ますので、動きなりやすくなります。それで、水平に持ってくるということを覚えておいてください。襟をもっと抜きたいっていう方は、紐を逆に上につけて水平に、あんまり抜きたくないわとおっしゃる方はちょっと上にして、紐を下の方につけて水平にしていただくと、お好みの襟の位置ができます。はい、そうしましたら今度は前の、合わせのところなんですが、ここも緩みやすいとおっしゃる方が多いんですが、紐をですね、こう左右対称つけました。そうしましたら、この内側に来ている紐を、子供の浴衣を着せるときと一緒ですね、
目安口から出していただいて、後ろに回して交差させて前で結びます。こちらは結び目が左と右でも結び目が当たりにくいように下げておかれるといいと思います。はい、こうすることによって着物を上から着た時も襟が押されることがなくなりますので、ここが緩むこともなくなります。この紐2本だけで襟が本当に崩れにくくなるんですが、より襟元をもっとこう本当に動かない、びくともさしたくないっていう方の場合は、さらに、この伊達紐ですね、ここで広い面で押さえていきますので、より着崩れがなくなります。この腰ひも2本の使い方で、本当に襟が着崩れしにくくなりますので、ぜひお試しいただけるといいかなと思います。より崩れにくくするために今回伊達ひもまで使いましたが、季節によってはやっぱりこれ1枚ないと涼しいので、先ほどの腰ひも2本だけでも十分襟が整いますので、よかったら試してみてください。今日はどうもありがとうございました。